マヨネーズを使った具材のおにぎりは食べません。反対派のご意見ですね。あ、同じこと言ってるじゃないですか。おにぎりにマヨネーズを使うことが私自身許せないので。私も前までは結構衝撃的だったんですけど、食べたら美味しいなって感じたんですよ。でもさすがにこう、白いご飯にマヨネーズをかけないじゃないですか。まあ、銀魂みたいなことをしないはずなんですよ。なので、まあ、でもマヨネーズ、マヨラーの方いらっしゃったら、ね、するのかな、きっと。土方さんのように すいません、ネタがご存知でない方いらっしゃったら申し訳ないんですけど、でもマヨネーズ合うっていう方結構いらっしゃいますもんね。私は、ご飯の上にマヨネーズをかけないんですけれども、おにぎりのツナマヨだったら許せるタイプです。具材に味付け、あ、そうですね、確かに具材に、そう、ちゃんとツナがあってマヨネーズだったらいいです。ただ、それがおむすびの中にマヨネーズだけ単体はちょっと私も無理かもしれません。 ないですか、マヨネーズおにぎりはないですかね。どうなんでしょうか。週2以上といった方です。私も鮭梅ですかね、結構買うの。では続いていきましょう。